こんにちは。YouTube のスタジオから今日は本格的にデビューします。本格的には 割には髪の毛ぐちゃぐちゃです。今まで Facebook の、お借りして、動画を配信してましたけど、なんか YouTube で、認められましたので、ちょっと、恐る恐る始めます。自己紹介。足立光孝が本名で、UFO です。UFO。こういう顔をしているおじさんですが、もう62歳です。本当はこうです。顔なし。あまり、自分というものはありません。いい加減です。遊び人です。今日は僕の友達を紹介します。まず、どれから行こうかな。ムーミン。ねえ、ムーミン。こっち向いて、恥ずかしがらないで。もじもじしないで。の、ムーミンです。トーベヤンソンのね。ちっちゃいものが好きなんですよ。こういう、子供の時からちっちゃいミニチュアみたいなのが。これは誰が買ってくれたのか知らないけど。この顔なしは次女が買ってくれました。去年の誕生日だったか、父の日のプレゼントです。今一番授業は 理解者でよくわかっている人です。 これは確か、長女がどっか旅行行った時、ヤンバルクイナじゃないかと思いますけど、沖縄か、西表島？あっちの方だよね。ヤバルクイナってどこだっけ？あっち、南の方のね。これも次女です。これは鶏。これは天理いた、天理の収容会いた時に、一緒に3ヶ月暮らしました。これはうちのかみさんが、山の神が、オルゴールね、鳴ってたんですけども、電池がないので何も言いません。ピーチクパーチク。幸せの青い鳥っていうのは、大抵家にいるんですよ。だから多分これがそうだと思いますが。これが三女のガチャガチャで撮ったのをくれましたが、大阪のおばちゃん。これはね、のりちゃんって今、北斗市に住んでるのかな？まあ、天才児というのか、遊び人というのか、僕以上の自由人ですね。うんこちゃんです。うんこ大名人。で、これはこの前、星野、今、九州かどうか行ってんね、大分かあっちの方へ行ってる星野真央さんが、うちへ来た時に帰りにくれた石です。これになんか似顔絵をかけていってくれました。
絵を描いてくれって言われました。あとはこんなもんかな。これはシャンタンのコマです。これで、これね、回すと虹が出るんですよ。手の上じゃ無理だ。シャンタンコマが大好きで、いつもコマ回して、占ってました。今日の。コマだけじゃないし、コーヒー入れた後のカスが綺麗になってるかとかで、バランスがうまくいってるかって言って、いつも言ってましたけど、こんな感じでしたね。これは妹が作ってくれたハンコです。楽観。見えますか？足に蜜って書いて、足立蜜だから足蜜ね。蜜高ですね。僕はブセフとかいろいろ名前を名乗ったけど、そういうのはダメだって。遊び人っていう、Facebook でとかネットで遊び人とか言うと、すごく怒って、自分はいいけど、兄弟や家族や親戚を巻き込むなんて言って、ずいぶん叱られました。暴言かもしれました。。やっぱり特に何が変わるっていうわけではないですね。聞こえてんのかしら。まだ YouTube に慣れてなくてごめんなさい。ライブをやってるけど誰も見てないし、いいねも何にもありません。当たり前だと思います。なんか気の利いたことも言えないし、ジョークもありませんね、今日は。ギャグも、親父ギャグも出ません。今日は本当寒い日でした。雪が降って。ああ、そうそう。朝、かみさんが、雪がどうだったって聞くから、道にはないけどって言ったら、ノーマルタイヤだったんで、ちょっと心配だったらしくて、僕も出かける用事があったので、それで一緒に職場まで行って、昼からも、用事終わって今帰ってきたんですけど、夕方は迎えに行くことにしています。昨日は、かみさんの実家行って、親父様に、久しぶりに会って親孝行してきました。そんな感じでとても立派な婿さんです。婿さんといっても入り婿ではないですけど、なんて言えばいいんだ、義理の親子です。婿勤めってあるんですよ。まあ今まで、迷惑もかけてきてるので、たまにはいいかなと。点数も稼げるしね、ってな感じですね。なかなか誰も見てくんないや。もう世界中の人から注目されるのかと思ってました。英語で挨拶しようかって思ってたんですけど、そういうこともなしに誰も見ないで一人寂しく去っていきます。では
さようなら。